どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ドラムガンが復活したということで、マイダスのスキンでやっていこうと思います。マイダスってすげえ人気あるよな。ね、てかめちゃめちゃ公式に押されてる気がするわ。確かにちょいちょい登場するイメージあるな。今やってる期間限定のマグマパニックも、なぜかマイダスプレゼンツですからね。かっこいい、けど、マイダスとマグマに何の関係が？もはやマイダスは、フォートナイトの顔と言ってもいいくらいの重要人物ね。私もこれまでいくつマイダス関係の動画を作ってきたことか。多分マイダスだけで2時間くらいの総集編作れるわ。いやそんなに？てかマイダスの総集編って需要あんのか？わかんないから、もし見たいって人いたらコメントしてくれると嬉しいわ。要望が多ければワンチャン作るんか。てか何ここ、めちゃめちゃ素敵なんですけど。高級ホテルみたいな。昨シーズンからあるだろ、ボスがいたとこだ。今はボスがいないから閑散としているが。いやーめっちゃ落ち着くわ。このかすかに聞こえる音楽のリラックス効果がやばいわ。超一流ホテルでしか聞けないやつ。とそこに誰かいるわ、話しかけてみましょう。お、デカポくれたな。しかもリーパー SR 売ってくれるのか。ちょっと高いけど買っちゃおう。ここで会えたのも何かの縁ってことで。銃声。そんなところに敵が。どっから来たんだ？びっくりしたけど大丈夫だったわ。あ、見たことないアイテムが。新しく追加されたハデスの鎖ね。パッと見あんま強くなさそうだけど。ちょっと試してみたいんで、ゼウスの雷と交換しますか。マイダスが持つとこれも金になるんだな。ふむふむ、基本的にはこうやって、鎖でぶん殴っていくタイプの武器か。引き寄せもできるみたいだぞ。狙いの定め方がカウボーイみたい。近くに引き寄せれそうなものないからあれだけど。適当にやってみよう。おお、めっちゃ伸びた。思ったよりかなりリーチ長そうね。でも正直、私には使いこなせる気がしないかな。上手い人に使われたらと思うとゾッとするけどね。お、なんだこれ、シャドウブリーフィング？近くに裂け目が現れ、乗り物が出現する。それに乗って500メートル移動すればインゴットがもらえるのね。よし、やろう、小遣い稼ぎだ。本当に車が降ってきた。しかも結構いいやつじゃん。イージーマニー。わずか100インゴットだけどな。やっぱドライブって楽しいよね。そういえば中の人は最近車の購入を検討していて、いろいろ車種とか調べてるみたいだわ。いや、やめといた方がいいんじゃねえか？運転下手すぎだろ。ゲームと現実の運転は全く別物だから、多分。さて、クラッシーコートに来ました。まだ開いてない宝箱が。うおお、来た、ドラムガンだ。これを探してたんですよ。やっぱマイダスはドラムガンじゃないと。で、これ私の持ってるのと同じリーパー SR じゃん。嘘でしょ、アタッチメントも全く同じなんですけど。なんかめちゃめちゃ損した気分。300インゴット返してほしいわ。黄金を作り出せるはずなのに。めちゃめちゃケチくさいこと言ってるぞこいつ。あ、誰かいる。もしかしてアリアナ・グランデさん？銃を撃ってくる世界の歌姫。いやーやっぱドラムガンいいね。安心感が違う。というのも最近慣れない武器ばっかりで。昔からある武器って全然ないじゃない？確かに、それこそドラムガンくらいかもな。まあそのドラムガンも若干見た目変わってるけど。それでも私にとっては、よく知ってる武器だから、今回復活してくれて嬉しいわ。おい、敵いるぞ。あ、ほんとだ。まずは SR 一発当てたい。角度的にだいぶ難しいな。飛んだ。それならドラムガンで。一気に削り取る。おお、これは爽快。まあドラムガンじゃなくてもよかったかもだけど。イカロスの翼って飛んでる時結構好きできるのよね。金のフレンジーショットガン落ちてるな。さすがにハデスの鎖と交換かな。新武器実戦で使ってみたかったけど仕方ない。この音は、列車か？どうやらこの下トンネルになってるみたいね。ちょうど汽笛を鳴らして出てきた。誰も乗ってなさそうね。さあここで。おい、どうした急に。アマゾンの配達だー。今大変です。ここに来て動けなくなりました。まあ配達なら仕方ないけども。おっとこれは？なんと、こちらから頼んでもいないのに、玄関前に置いてくれるとのことです。これで、インターホンを開けただけで、玄関先での対応をしなくてよくなった可能性があります。なんというミラクル。お前は何を実況してるんだよ。しかしここは念のため、確実な安全が確保されるまで、ブッシュの中に隠れることにします。こいつは一体何と戦っているんだか。さて、一気に残り3人まで来ました。減るの早いな。そして右上のマップを見てもらえばわかるように、私以外の2人はメダルを持っているので、大まかな位置がわかります。ほんとだ。だが能力的にはバフを持っていない霊夢が一番弱い。
なので居場所がバレないことを活かして、立ち回りで勝負したいところ。とりあえず次のアンチ的には、この屋敷の上を取るのが強そうだな。それなら、イカロスの翼の出番ね。いやーほんとかっこいい。マイダスにもよく似合うなー。金と黒のデザインだからな。これもマイダスのために作られたような気がしてきたわ。ご覧のように、アンチに入るように建築をつなげました。あ、車動いてる。一人見つけたけど、かなり遠いわね。マップ見た感じ、もう一人もその近くにいる可能性が高いな。ここに建築した意味あんまなかったかも。一応次のアンチ見ましょう。はい、この場所は放棄します。本当に意味なかった。二人がいるところまで私も行きましょう。飛んでると見つかってしまいそうな気もするが。私以外の二人は多分お互い見合ってるから、こっちの方まで見てる余裕ないんじゃないかな。あ、中性。よし、二人の大体の位置がわかった。これはでかい。私はとりあえず次のアンチに近い場所に着地します。遠距離攻撃もできるからね。あ、まだ車乗ってんのか。攻撃しちゃおう。車から降ろして敵同士の戦いを促す。出てきたぞ。よし、マイダス、行きます。イカロスの翼は、距離を詰めるのに最適だな。最後の敵同士戦っている今なら、空中で撃たれやすいという弱点もないからね。おお、なんと開けた視界、なんと有利な状況。タイミング大事だけどもう我慢できん、行っちゃいます。うおおおおおおおからのすかさずショットガン。あっさり一人撃破。あれ、もう一人はどこ行った？まだ近くにはいるはずだけど。回復される前に早く追撃したいところ。やはりこの建築か、おとなしく出てきなさい。で、あれ？いや今ポーションの無音聞こえた、いるわ。となるともう可能性は一つ。一番下の建築の中だ。ドラムガンで破壊を試みるが、その前に出てきた。ダメージ交換、上を取られた。ならイカロスの翼で取り返す。くらえ。ゴールデントルネードアタック。やったー。おお、ビクロイできてよかったな。でもなんだゴールデントルネードアタックって。ネーミングダサくね。いいでしょ、プレイはかっこよかったんだから。まあ確かに最後イカロスの翼で決めれたのはよかったな。ずっとやってみたかったんだよねあれ。気持ちのいいビクロイができて嬉しいわ。金のクラウンと金の翼を身につけたマイダス。最高にイケてるぜ。ということで、いかがだったかな。チャンネル登録や高評価、クリエイターサポートはグサをゆっくりまで。よかったらお願いします。それじゃあ私たちはこの辺で失礼するわ。また他の動画で会おうな。バイバイ。